約2ヶ月ぶりにおーちゃんさんやってきました。相変わらずガタガタだな。でも今回車パワーアップしましたから、 SUV 買ったの。前回までの俺とは一味違うよ。ガッ、うわー、わー、やっぱ無理だ、怖い怖い怖い。やっぱグリーンがくすんでなんか秋っぽくなってきましたね。うちの山も山の中にやってきました。ここは私の山、おーちゃんさんです。久しぶりに来ましたよ、おーちゃんさん。今日はこの山に何をしに来たかと言いますと、これを仕掛けに来た。これは虫トラップです。これ100均で買いました。セリアで売ってます。最近の100均はね、こういう虫取りに便利なグッズが出てきて、なんかようやく時代が私に追いついてきたなって感じがしてるんですけど、トラップが9個あります。これ9個のトラップをおーちゃんさんに仕掛けたら一体どんな虫がかかるのか調査していきます。入り口に指突っ込むとなんかペラペラしたものがあるんですよ。このペラペラが返しになってて、ペラペラを押しのけて中に入っていくことはできるんですけど、中に入った虫は外に出ようとするとこのペラペラがここに引っかかって外に出ていけないんですよね。だからこれ中に虫が溜まり続けるというような仕組みになっております。でなんかここくぼんでますよね。ここもくぼんでるような、これなんか餌置き場らしいです。ここになんか餌を置くみたい。餌は3種類用意しました。まずこれ、これは私特製の秘伝のタレです。これスズメバチ用の誘引剤です。うちで代々作り足して使ってる秘伝のタレ。こっちはウサちゃんのご飯ですね。これ成分は何なんだろう。書いてある、牧草、チモシ、アルファルファ、クレイングラス、コーンフラワー、ダッシュ大豆、リンゴ、おから、植物質のものばっかりだね。ってことはこれはまあ雑食性あるいは植物食性の虫が来そうですね。そしてこれわかる、これコリドラスのご飯。これ熱帯魚の餌のコリドラスとか、そこの方に張り付いている雑食性のお魚さん用の餌です。これの成分がフィッシュミール、これ魚の粉ですね。大豆ミール、小麦粉、シルクワームミール、これ蚕だね、蚕の粉末、海藻粉末、オキアミ、魚、シルクワーム、フィッシュ、動物性のものがいっぱい入ってます。でこの蚕、蚕の匂いって結構ね虫寄ってくるんですよね。昆虫ですか、昆虫の残骸なんで、やっぱ肉食性の他を虫食ってるような生き物は蚕の匂いに弱いんですよね。これも使っていこう。これ多分オサムシとかゴミムシとかね、地面を張ってる系の虫はこれで取れると思うね。じゃあ山の中に突入してトラップ仕掛けていきます。まずはこいつを使おう。くそ、この匂いで多分いろんな虫が寄ってくると思う。発酵臭がするもん、やばいよこれは。危ない、わー、あ、ちょっと入れすぎたかな。まあいっか、こんな感じですね。でこれ蓋をしまして、あ、ちゃんと閉まってね、やばい、ここ隙間が空いて、みんなちゃんと閉めて、これ最後カチッと音がするまで閉めると。でこれで口が上を向いた状態でここの木にくっつける。うおー、うわー、汁が垂れた、危ない、やばいやばいやばい。ちょっと待って、この汁服についた服が終わるぞ、危ない、助かれ、よっしゃ、よし、助かった。3周ぐらいさしておこうか。で端を折り返しとくんですよ。こうすると剥がすときここがつまみになって剥がしやすいと。これプロならではテクニックね。よし、オッケー。コリドラスフード、ドッグフードみたいな匂いするわ。これは肉食性の虫が好みそうな匂いですね。匂いが強烈なんで少しでいいです。これなんかさ、めっちゃ荒れてない、ここ。ここも掘られとる。これイノシシでしょ絶対。これ地面に置きたいんですけど、こんなんここに直置きしといたらもうイノシシがこれぶっ壊しちゃいますから、イノシシに荒らされないようにここにある石を使って重しをします。こう石でトラップを挟みまして、で上からこれを、この石をでかい石をドンと乗っけると、もうこれでイノシシ取れなくなります。よし、まあいいでしょう、こんなもんで。じゃあ次、ウサちゃんフード。絶対 900g もいらんやろ、これにしか使わんのによ。めっちゃなんか植物の繊維って感じ、なんかバッタのうんこみたい。これさ、よく考えたらこっから餌入れればいいんじゃね。液体のものならともかくさ、固形物でしょ。ほら、これでいいじゃん。ウサちゃんフードはもうこれでいい。開けて閉めるのめんどくさい、時間の無駄。時間って有限なんですよ皆さん。過ぎた時間戻ってこないのですから、皆さん時間は有効に使ってください。効率的に使いましょうね。よし、こんなもんでいいでしょう。よし、こいつも仕掛けてきます。うわ、なんかのうんこ落ちとる。よし、いい感じ。さらにこの獣道の奥進んできます。てかめっちゃ足場悪いよここ。斜面になってて平らな場所がないんすよここ。獣道になってるんですけど足が立たないの、本当に危ない。うわ、やばい、またクマハギの跡がある。夏ってクマが餌ないんで、もうこう木の皮食べて上しのいでるんですよ。やばくないこれ。ほらほら、なんか歯でさ、こそげ取ったような跡があるでしょ。これクマの歯の跡、危ない。せっかくなんでクマハギで剥ぎ取られた木の皮の下にトラップを置きます。これ見てください、熱帯魚の餌とウサちゃんの餌が混ざってるんです。ミックス、肉食のやつも草食性のやつも来るんですよね。これをここに埋めておこう。クマが持ってかんかちょっと心配やけどな。トラップ仕掛けるのにちょうどいい股があったんで仕掛けました。ここにはウサちゃんフードが入ってます。ウサちゃんフードをちょっと高めのところに設置したら何が来るのか楽しみですね。
朽木の陰に1個設置しました。この中にはウサちゃんのご飯が入ってます。何が来るかコオロギとかカマドウマとか来るんじゃねえのかな。雑食性のものが入りそうですね。これで全て仕掛け終わりましたので今日のところは退散します。ここクマおるからもうクマに遭遇する前に帰りましょう。もうそろそろ日が暮れてくるんですよね。夕方になるとクマが動き始めるんで早く逃げましょう。早く帰ろう、早く帰ろう。トラップを仕掛けて一晩経ちました。トラップを見ていきましょう。秘伝のタレ入れたやつ何も入っとらんな。これも入っとらんな。ちょっと早いのかな。熱帯魚の餌入れたやつどうかな。なんか入っとるかな。なんか入っとる感じがするんやけどな。なんか足みたいなのが見えてんのよ。ちょっと出してみてみよう。なんやかまど馬じゃん。これこの下馬かな。なんか結構餌食われてない。かまど馬って肉食性が強い雑食なんでこういう動物性の餌が好きなんですね。匂いに釣られて寄ってきたんだ。ここね今影にしてたんでこれ影の暗いところって好きなんですよ。かまど馬は隠れ家があって餌の匂いもするもんですから喜んでホイホイ入ってきちゃったんですね。かわいっちょに。仕掛けたトラップ9個見たんですけどかかってたのかまど馬1匹だけ。ちょっとまだ早いわ。やっぱ一晩で結果出るわけないから1週間ぐらい置いてみよう。そしたらもっと虫取れるんじゃないかな。これ見て、ここの朽木。まあ前からね結構破壊されとったんやけどさらに破壊が進んでる。これなんなんやろ。クマ、イノシシ、この辺めっちゃ掘られてんねん。これイノシシじゃないの。すごいよこれ。しかも相当でかいよね。こんなことするイノシシって、おっこと主みたいなクソでかいイノシシおんじゃない。怖いよ。イノシシって危ないからね本当に。新しい高橋さんトートバッグを発売したんですよ。よかったらオンラインショップで買ってください。1週間ぶりに山来ました。どうなってるでしょうか。これ先週かまど馬が入ってたんですよ。かまど馬まだおるかな。ちょっと見えんね。出してみよう。あれかまど馬おらんくなってる。あいつ逃げやがったな。かまど馬のうんちらしきものはありますね。あいつコーナーからやつ食べるだけ食べて出てきやがったな。ちゃんと下まで締まりきらんのよ。パワープレイで無理やりこれ開けて出てったね。かまど馬この返しをもうちょっとしっかりした作りにしてほしいね。次はあれだ。なんか入っとる。なんかちょっと黒い影が見えるんや。なんか虫入っとるぞ。あれあれ取ってみてみよう。オオゾウムシが入っとった。なんかちょっと微妙に動くことがあるな。一応生きてはおるのかな。まあ死にかけですけどね。これが本当の虫の息ってやつ。オオゾウムシってね幼虫は松の木の中を食い荒らすんですよね。うちの山ちょっと赤松生えてるんで多分その松の木からオオゾウムシ発生したんですね。オオゾウムシって樹液に来るんですよ。でここに入れてたの私の秘伝のタレなんで、まあ、要はね樹液が発酵したような匂いがするタレなんですけれども、そのタレの匂いを樹液と間違えて飛んできて入っちゃったんでしょうね。プリプリのオオゾウムシ。次ここですね。ここ、この間マムシいたんですよ。危ない。どうかな。あー、何も入ってなさそうだな、これは。まあいいや、回収しよう。やば。めっちゃカビ生えとる。皆さん、虫トラップ仕掛けたら虫じゃなくてカビが取れました。これ、この山に生息している菌類ですね。なんていうカビかわかりませんけども。山にはね、虫だけじゃなくて、これ菌類も生息してるんですね。カビの胞子がやっぱり浮遊してるわけ。それが、このトラップの中入っちゃって。このトラップに入ってたのが秘伝のタレなんですよ。糖分とかね、結構いろんな栄養分が含まれてきたわけ。そのいろんな栄養分を使って菌類が成長してこんなねいっぱいカビカビになっちゃったわけですね。やばいな、この山カビも生息してんねや。次はこっちだ。あったあったあった、あれだ、あれあれ。わ、中入ってる。わ、これ石の実じゃね。あ、石の実だ。皆さん、これは石の実という原始的な昆虫です。昆虫って足が6本ですよね。で、昆虫っていっぱいあった足が6本に集約されてるんですけれども、石の実はまだ6本の足に集約される途中の形態を残してるすごい原始的な昆虫なんですね。例えばあの尻尾のところとかピョンってあるじゃないですか。あれも足なんですよね、実は。ちなみに石の実は成虫と幼虫の区別があんまつきません。変態しないんでね。虫ってだいたい幼虫から成虫になるとき羽が伸びて羽化して変態するじゃないですか。石の実って変態しないんですよね。もう変態しない原始的な昆虫の中、無変態ってやつですね。でこれは多分この餌の匂いに寄せられてきたんじゃなくて、普通にこの木の幹に石の実いることが結構あるんで偶然中に入り込んできちゃったんだと思いますね。生きた化石ですよ皆さん。これもう何億年も前の原始的な昆虫の姿が残ってるわけ。うちの山はこういう生きた化石も生息してるんですね。なんと石の実が取れました。ここに2つトラップ仕掛けたんですけど見当たりません。中にウサちゃんフードとあと熱帯魚の餌入れてたんですけど、なんか動物が持ってったのかな。こことここに2つあったんやけどな。多分ここやよ。ここに2個仕掛けたんやけども、獣が持ってったのかな。まあ中の餌持ってくのはしゃあないとしてよ、側は残してけよ。どこやったんだ俺のトラップ。なんか腹立ってきたわ。しょうがないわ、もうこれ行方不明だわ。次探すわ。なーにこれ、崩れたの、それともイノシシに掘られたのか。あ、でもだいぶ古いね。アリ地獄の巣ができてる。ほらアリ地獄ができてるからまあ古いんだろうな。次はここだ。
ここはちゃんと生き残っとるな。なんか入っとるか？餌が残っとるな。なんか入っとるようには見えんが。入ってない。餌はまるっと残っとるわ。ダメだな。次はこの股のところね。なんか入っとるか？入ってなさそうだな。まあちょっと取り出してみてみようか。何にも入ってないよ。次この朽木のここに置いといたんやけどな。トラップどこ行った？やばい、何者かに荒らされてる。これは中にウサギちゃんフードを入れてたんですけども、それをなんか動物がこじ開けて中身食ってきましたね。うわーマジか。うわー、なんか歯型とかついてねえかな。あんまついてないね。割とすんなり開いたようですね。中身が全部食い尽くされてます。うわー、これは行方不明の2つも獣にやられたら、タヌキかキツネかアナグマか、あるいはクマかイノシシかなんか知らんけども、なんか動物にやられたわ。ここ動物もいますからね。とか言ってたら、あったわ。普通に仕掛けた場所忘れとっただけじゃん。ここにありました。ごめんなさい皆さん、獣に持ってかれてなかったけども、中の餌全部なくなってますね。これ多分あのカマドウマとかコオロギとかに中の餌食い散らかされてこれ逃げられてますね。でこっち側はどうかな。こっち側はなんかちょっとウサちゃんフードが残ってますね。これ熱帯魚フードだけ食われてるな。多分カマドウマとかコオロギが食べに来るんだわ。でこれね、入り口が結構弱いんで長時間仕掛けとくと暴れたりとか、あとここにちょっと隙間空いてます。ナチュラルで自然体で隙間が空いちゃうんで、こういう隙間から虫逃げちゃうんですよね。だからね、餌とか仕掛ける場所を工夫して、で仕掛ける時間も多分 2,3 日ぐらいにした方がいいと思う。1週間はちょっと長く取りすぎたい。あんま長く仕掛ければ仕掛けるほど入った虫が脱走でいなくなる可能性も高くなるんで、 2,3 日ぐらいがベストかな。今度仕掛けるときはもうちょっとね、やり方改善してやろうと思います。あとこの入り口が弱いのがちょっと気になるね。まあいいや、これも回収だ。いやーよかった、獣にやられてなくて。結局かかったのはオオゾウムシとイシノミと、あとまあ途中で逃げちゃいましたけどカマドウマね。夏過ぎちゃってるんで、まあ、時期もあると思いますし、あと餌もねあると思うんですけれども、あとこのトラップ自体もね、もうちょっと改良の余地があると思う。返しによって吐いた虫が出ていけなくするのがこのトラップのミソなんですけれども、その肝心要の返しがめっちゃガバガバなんですよね。すごいガバいの。これじゃあもう吐いた虫ね、もうこっからピョンって出ちゃいますから、これじゃ意味ないよね。まあでも100均のもんですから仕方ないですね。で一晩二晩仕掛けるならこれでもね十分何か取れると思います。真夏とかにやったらね、まあ、場所次第じゃないですかね。で餌はやっぱりね、あの秘伝のタレみたいな樹液チックなああいう匂い出すやつが強いと思いましたね。ちょっとまた来年の夏どっか違うところでやってみようと思います。